はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ジェイソン・ステイサムです。さあ本日なんですが、皆さんコントラストヒーローカオスというヒーローモンスターはご存知でしょうか？本日はカオスさんを救っていきたいと思います。このモンスターね、異常に出しにくいんだよね。異常に出しにくいんだよ。融合召喚条件見てくれる？マスクドヒーローモンスター ×2 とかいうほど意味不明な、召喚条件してるんですよね。これ漫画版の、10代くんが使っていたヒーローらしいんですけども、ちょっと僕漫画読んでないんでわかんないですけど、マスクドヒーローってなんかメインデッキに入るモンスターもいるんですって。漫画版ではだから多分出しやすいんでしょうね。OCG、まあ、ことそのデュエルリンクスとか OCG とか、要は遊戯王の普通のそのカードゲームにおいては、マスクドヒーローってメインモンスターいないんで、エクストラにしかいないんで、マジでこの条件超むずいんですよ。なんかそのフュージョンタグ使ったりとかね、プリズマーさん使ったりとか、なんかいろいろねやんないと出せねえモンスターで、もうほんとそういうなんかそのなんかクソ回りくどい方法を使わないと出せないんですよ、このモンスター。で本日はこのモンスターをなんとかして救っていきたい、そんな風なデッキとなっております。で、このモンスターね、効果だけはねちょっと強くて、あちなみに、カオスって書いてあるんで、一応ね光としても扱うっていう属性を、まあそういう効果を持ってるのと、あと2番目ね、一旦に一度フィールドの表側表示のカードを1枚対象にして、そのカードの効果を端子の上で無効にするよ、この効果が相手さんでも発動できるよっていうことで、なんかあれレッドゼムアビスみたいな効果を持ってるんですよ。フリーチェーンで何でもカードを無効にできる、表側だったら魔法トラップでもモンスターでも。でこれが超強いですね。まあ今だと、まあ、ブルームディーバの効果無効にしたりとか、あと単純にその初動になっている、まあ、月の書とかね、ああいうカード無効にしたりとか、なんかいろんな無効の仕方ができるんで、これすっげえ強いんですけど、効果はまあ引かせ出しにくいと。僕もね OCC の方ではヒーローデッキ組んでるんですが、入れようと思ったことがありません。このモンスターに関しては。で、なんとかして出していく、その方法を本日、ご説明していきます。まあ、インチキ方法で出していくしかなくて、こんな正規方法を出してたらもういくら時間あっても足んないんで、本日はこのエレメンタルヒーローグランドマンさんっていうね、このモンスターで出していきます。このモンスターは戦闘で相手モンスターを破壊すると、こいつをリリースすることによってエクストラデッキからエレメンタルヒーローの融合モンスターをなんか召喚条件無視って、出せるっていう、効果を持ってますんで、このグランドマンさんで相手のモンスターを破壊し、でこいつ自身をリリースすることによって、こいつを出していくっていう、まあ、そういう動き方ですね。でこいつの融合召喚条件自体は結構簡単で、ヒーロー通常モンスター ×2 なんで、ネオスフュージョンで例えば、ネオスネオスってポチ送って、まあ、ネオスナイト出しといて、ほんで、ミラクルフュージョン打って、グランドマン出して、で、ぶん殴っていくっていうことができるんですよ。で、グランドマンさん自身の、効果は、打点が高くなるっていうだけで、このカードの攻守が、融合スライドしたモンスターの元々のレベルの合計かける300アップするっていうことで、ネオス、ネオスで融合すると4200まで打点が上がりますんで、4200あれば、今の環境、大体のモンスター取っ払いますんでね。なんで、まあ、基本的な流れ、まあ、まずネオスフュージョン打ちます。まあ、もちろん、ネオスが墓地の落ちなきゃいけないんで、ネオスフュージョン打ちます。で、まあ、2枚墓地送って、ネオスナイト出します。で、ミラクルフュージョン打ちます。グランドマン出します。で、グランドマンでぶん殴って、グランドマン効果でリリースしまして、カオス出しますっていう。超めんどくさい。まあ、要は、手順1、手順2、手順3。そういう感じの、動きですね。でじゃあどうやってネオスを墓地送っとけばいいかっていう話なんですけども、まあもちろんネオスフュージョン以外にも墓地送るギミックがいくつかあって、まあ、これがあれですね、サイバーダッカーの、まあもちろんねソリティアしてもいいんですよ。なんかそのなんだスペーシアギフトみたいなああいうカードで、まあ、めっちゃソリティアしてもいいんですけど、まあ普通に戦えるように今回はしてきたんで、ね、サイバーダッカーノンとサイバーダッケッチが入ってますと。サイバーダッケッチとサイバーダッカーノンが入ってるっていうことは、デスプラードが入りまして、いつもの結集が入りまして、アルカナフォーステンバランスが入るという感じですね。メインデッキ見ていただければ分かるんですけど、全部プレミアム箱になってます。はい、なんかよく分かんないけど、なんかギミック抱えたら全部プレミアムになっちゃったっていう、そんな感じのデッキになってますね。でミラクルフュージョンリュウさんないじゃないですかと思うじゃないですか。これが最強好きですね。奇跡の融合、これで1000、ライフ減ると奇跡の融合でミラクルフュージョン持ってこれるんで、デッキの中入ってなくても。なんでこれで、ミラクルフュージョンをサーチして、打って、これ出していくっていう、まあ、そんな感じのギミックです。はい、成功確率はあまりにも低いですが、まあ、そもそもこいつの出す条件がめちゃくちゃにきついんで、許してください。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。
およそこれさ、このデッキのハンド見てさ、これヒーローデッキだって分かる人何人いるかっていう話をね、見せてやるぜ。これでヒーローデッキって何人が分かるんだよっていう話じゃない、これ。テンパランス引いちゃってるの若干弱いですけどね。まあ、このヒーロー引いてないときはネオスを叩き落としてね、2回ネオスを叩き落として、であのミラキルフュージョンしていくっていう、そういうタイプなのでデッキ的にはね。さあやっていきましょう。ブルーアイズ、ブルーアイズって今どのくらい強いんだろう。てかあのデッキ枚数やっぱり多いな。なんか月末になってくるとさ、この青き目の森と率も高くなってくるよね。なんか俺月末の青き目の森と率の高さ結構あの提唱してるんだけど、ちょっと測りたいよね。はい、あー乙女強いね、そういった強いわ。でモンスター効果青き目の森との効果対象に乙女ね、強いねこれ。強っ、最強なんだけど、ブルーアイズめっちゃ出てくる、やばい。手札からブルーアイズ一体とデッキからブルーアイズいったか、これはねあまりにも強いね、やばい。月末聖眼超強い。はい、で聖眼、はい、いいでしょう。で手札からどっちがこれ、森戸くんはブルーアイズモンスターだからどっちもいいのかな。ああ、でも聖眼ね、オッケー。殺意高っ。殺意高っ、うん、やばいこと起きてんの。これはデスペラード出すよりも一回なぐ、あー、まずは一発シンクロね。あ、銀竜 OK です。で総合の銀竜で対象に取られず効果では破壊されない。つまりデスペラード今だ、もう今出すんだ。精霊竜先じゃなくて、なんかちょっと早くね、バトル。なるほど、精霊竜持ってないんかな。サイバーダーカロンの効果と、サイバーダーカロンの効果によってとりあえずネオス叩き落とすしかないんじゃない。これ言うてこれネオス2回叩き落としてミラクルフュージョン引いていくしかないでしょ。行くしかない。これは何デッキだって話よ、このデッキは。サイバーダーカロンの効果を発動。さあカードを1枚ドロー。よー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 。なるほど、サイバーダッカーも来た、強いね。さあなかなか反動は強いぞ。コズミックサイクロンちょっと引きたいですね。コズミックサイクロンがあれば一応あの1000減らしてミラクルフュージョンをデッキトップで引くっていうことができるんで、あの癖が何なのか知らないですけど、とりあえず2体モンスター出しときはまあインガス切断とか1枚踏んでもねなんとかなるんで、とりあえず守備表示、エッジ召喚効果カノン装備したいです。さあダイレクトアタックをぶち込みたいです。ああ、いいんだね、 OK。 はいはい、ディープオブブルーアイズ、ディープアイズか、ディープアイズホワイトドラゴン、いいでしょう。あともう一個提唱したいのは、あの月末ディープアイズ率めっちゃ高いっていう、月末のね聖眼マジでディープアイズとね、あいつなんだっけ、青木君の森と率めっちゃ高いんだよ。なんか絶対ガチ構築だって入ってないね、モンスターめっちゃ出てくるから、めちゃくちゃ俺好き月末の星が。これ1回ターン終了するしかないか。攻撃表示でよかったな、400ダメージ食らえれば。あー、これ攻撃表示でよかったかもしれないですね。ネオス君は1回自爆特攻しといて、でもう1枚ぶっ殺して、あー、ミスった、これ殴っとくべきだこれ。双眼の銀竜いいでしょう、双眼の銀竜効果。今多分ねネオスでねこの聖眼ぶん殴って1000ダメージだけ減らしとく説結構あった。はい、了解です。聖眼銀竜、なるほど、割と強いですよ。エネアード来ますか。エネアードは来ない、もう無限に3000でぶん殴ってくる構築や。無限に3000でぶん殴ってくる構築。ネオスフュージョン使うか、一応ネオスフュージョンの効果そう破壊されずに一応一回耐える。バトルフェイズ、はい、でネオスをぶん殴ってくる。出さなくてもいいんじゃない、まだまだ出さなくてもいいや。貴様のターンだ。コズミックサイクロン来た、いや遅えなコズミックサイクロン、いや死なねえだろさすがに。これ結集あるし、これもターンエンドでいいや。一回待とう、一回このデッキが何デッキかっていうのを思い出して、みんなこのデッキが今もちろん結集でデスペラードを出したら
破壊できるかもしれない相手のモンスターを。でもね、そういうデッキじゃないんだよこのデッキは。バトル、よし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 、いいぞ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 、殴ってこい、ひたすらに殴ってこい、ひたすらに殴ってこい。てか待って、でもバック伏せてくんないの、これ小杉サイロン腐るやん、うざ。自分で撃つしかないのか。まあ一旦コズミックサイクルを撃つしかないか。じゃあもうそろそろ行きましょうか。あいつなんで源流一生横なんだよ、ムカつくな。で、一族の結集選択して自分でライフを1000減らしていく。そして一族の結集の効果を発動、一族の結集の効果によってサイバーダークエッジを選択し特殊召喚するぜ。手札からデスペラードリボルバードラゴン、デスペラードリボルバードラゴンの効果3枚表で、うわくそーデスペラード一体しまれる。そっち、いやそっち、やばい、お互いゴミみたいなプレイングしてる。いやせめてデスペラード殴れよ、せめてデスペラード殴れ。ミラクルフュージョンを発動、ミラクルフュージョンの効果によって俺は墓地で存在する通常モンスターであるエレメンタルヒーローネオス2体をゲームから除外し、現れろエレメンタルヒーローグランドマン。そしてグランドマンが4200になって降臨するぜ。つえーつえー、行くぜ。デスペラードリボルバードラゴンの効果を発動、うわー、もちろん1体は戦闘破壊するため残しておくぜ。そしてグランドマンで攻撃、グランドマンが戦闘で相手モンスターを破壊した場合このカードをリリースし、来いコントラストヒーローカオス、うおダイレクトアタック、うおやばい、月末ランキングすぎてお互いにプレイングガバすぎて笑う。絶対もっと早く決着ついてたからねこのデッキ、やばすぎこのデッキ、強引にカオスを活躍させようとしすぎ。さあお相手また、やっと慣れてきたわこのデッキ、久しぶりに使ってデスペラードとかいうモンスター使ってたよ、プレイングガバすぎてよ。いやさっきマジでやべえ試合あったからよ、ちょっと逆に使うわ多分あの動画で、さっきマジでやべえ試合あったんだわ。さお互い意味不明なプレイングして、なんか結果的になんか意味わかんないけど勝つみたいな、なんかね謎の試合あったんですよね。めちゃくちゃガバいわこのハンドは、結構強いですね。でなんか理想ハンドではあります。でセットエンド、エンドやばかったんだよなさっきの試合マジで。プレミ多分100回くらいしてた俺。いやでもね皆さんちょっと言い訳をしたい、多分あの動画使うと思うんだけどさ、言い訳をしたい。僕はね、これ喋りながらなんかうわーとか言いながらやってるから、だからそのあんまりその、あこれは考える時間ないんですよね。私を倒してみろ。通常のプレイングをこれだけは本当に言わせてほしい。ちょほんまに厳しい。で、出していいのか。出したらでもあれだよな。出したらまあ出してもいいかもしれない。なんか一体からやれんだろ。でサイバーダークエッジ効果、サイバーダークカノンをエキバンク、あーじゃあ装備してく。でとりあえずネオスナイトでぶん殴る。うわグローブ金も。モンスター効果。必勝。必勝こいつ。アンチの右で超獣武者とかいう意味不明なカード使ってんじゃねえぞ。ダイレクトサイバーダークエッジアタック。まあ、グローブですよね。オッケー。ちなみにネオスナイトは2回攻撃できるんですけど戦闘ダメージ0になるっていう効果あるんで、殴っても意味がないんですよね。でデスペラードリボルバードラゴンを落としておき、でテンパランスを回収しておく。さあテンパランスを回収、これで一応0になったモンスターを殴られても大丈夫で、さあリバーダークエッジでダイレクトアタック、よし。で私ははいはい心構えもいいのね。なるほど、心構え A もいる。これはこのターン戦闘効果では破壊されないという効果なので殴っても意味がない。ターンしろ。本気になったようだな。本気になったようだなっていうか、まあそうですね、本気になりました。一応本気でやってます今。私ははいモンスターを召喚、はい影防 C、 いいでしょう影防 C。 これね超獣武者使うんだったらゴンちゃん使って新たな地平っていうスキル使った方がいいですよ。モンスターを特殊召喚、一応ね。ああ出たビッグウィンケだ。ほら召喚ムービー流れないじゃん。
なんちゅうのとか意味わかんないキャラクター使ってるから。マカル返し誰やねんお前、まあ、誰やお前。一旦にしてクボタ返さない。ええー、守備表示モンスターが戦闘で返され墓地を奪われた時、このカードが手札から墓地を食って、そのかモンスターは攻撃表示と起こします。へえ、なるほどなるほどね、なるほど。効果では破壊されない。まあでも戦闘破壊耐性があるわけじゃないから無事に大丈夫か。モンスター効果発動、はい、ダブルホーンやべ、3500リャンパマやばい。死ぬ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 2100 3500 3500、やばいな。総合打点あいつの攻撃力やばいぞ。総合打点待て、バトルやばい、これ死ぬか俺、これ死ぬ説ある。2100待って、2100受けていいのこれ、2100ちょっと待って、これマジでミスったら終わる。2100 3500 3500でしょ、2100受ける、2100受ける、ちょっと待ってむずこれ。やばくね、ここ受けたら。でも待てよ、コスミックサイクロンで1000減らしてもういいのか。ダブルホーンしょって3500パンチされて2100 3500、あー、だから一発これ受けて、で3500パンチにテンパランス発動してコズミックサイクロンか、多分分かったわ。サイバーダッカーの効果は別にどっちもいいや。でいいえで、これは受けますよ、これは受けますよ。2100ダメージ受けました。サイバーダカウンの効果発動してカード1枚ドローしていく。でぶん殴られます、攻撃だ、コズミックサイクロン打ちます。でダブルホーン除去ります。でダメ系でアルカラフォーステンパラスぶん投げて、あぶれあぶれ、これは出しちゃいけない、これ出したらミラクル表示打てないから。よし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 、これからだ。で好きだぞ、奇跡の融合を発動していくぜ。奇跡の融合の効果によって俺はミラクルフュージョンを手札に加え、そしてミラクルフュージョンを発動、墓地の通常モンスターエレメンタルヒーロー、エロメンタルヒーロー、誰とでもネオスにいたよ。ゲームから違いし現れろ、エレメンタルヒーローグランドマン。グランドマンの攻撃力は融合素材にしたモンスターのレベルかけるなんかいくつからになるぜ。バトルフェイズいけ、グランドマン4200でパンチ。グランドマンが戦闘で相手モンスターを破壊した場合、このカードをリリースし現れろ、コントラストヒーローカオス。うわーうわーどりゃーご強引すぎるわ。コントラストヒーローカオスほんまに弱いな。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。モンスター効果発動。まあハンドがこうなることはねもう予測済みなんですよ。絶対ネオス引くんで。まあ2枚も入ってますからね。まあそれ引きますよ。2枚も入ってるんでね。2枚引いてる効果みんないっぱい引くでしょ。それと一緒よ。俺のターン。言うでちょっと殴られないとね結集が腐るんですけども。カードを伏せる。はい。あ弱い、よし弱い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 ぞ。インガだけやめてくれ。これ一番伏せるかどうかだけどな。いや伏せなくてもいいだろこれ。伏せる必要ないと思う、多分伏せる必要ないだろ。これ次のターンで小津さえやられたらやばいもんな。小津さえ引けなかったら、小津さえ引けなかったら、小津さえできなかったら、もうダイレクトアタック通してください、お願いします。うわぁインガ切断ってさ絶対入ってるもんね、ブルーアイズ。いやインガ切断めっちゃ辛いですよね。まあまだね摂理とかだったらまだね、まだいいんですけどね、インガ切断除外されるんで破壊していただきたい。はい、セイガンいいでしょう、セイガンじゃない、オルタナティブいいでしょう、オルタナティブの効果発動いいでしょう。こっからはただ蹂躙されるだけやん。まあ一応エッジ引いてるんで死ななければね何とかなるんですけど、いや死にますよねさすがに。反転はいいです、はい大丈夫です、反転はいい、反転は OK で、急進気の精霊流まで OK、 特になんもないっす。はい、はい、シンクのショードラッグオンバーミリオン、精霊流はマジでさ月末のさ
西岸って精霊竜入ってないの。なんか全然精霊竜出てこないんだよね、なんか知らんけど。はいはい、回収ね。あ、え、もったいな、太鼓今送ったやつでしょそれ。え、もったいな。なんだこれ、なんか奇跡起きてる、奇跡のプレイングされてる。ターン終了。あ、機械族だから出せんの、これ。ええ、謎になんか謎プレイングされてるけど、結集きついだろ。でサイバーダーケッチ召喚で、サイバーダーケッチの効果発動、なんか奇跡のプレイングなんだけど、ここでさオルタナ回収するってありえるの、そんなことがありえるのか、知らんかった。そんなところで太鼓を回収するっていう超絶最強プレイングがあるとは。さすが月末ランクマンの西岸は考えてることがよくわかんないぜ。デスペラードリボルバードラゴンの効果を発動で、テンパランスを手札に加えていくぜ。そしてダイレクトアタック。オーケー、出しろ。まあこれで結集があるんで、まあなんとか、デスペラードは出てくるかもしれないですね。で西岸を見せつけることによってオルタナティブを出していく、いいでしょう。でオルタナティブ効果発動はいいですよ。でもこれもしかしてさ、これさオルタナティブ連打されてさ、オルタナティブで破壊されるじゃんこれ。で次にこれチューナーいたら、これでまたこれ、それはそれで死ぬんだけど、これもしかしてゴリハンされて、意味不明プレイングされたけど結局ゴリハンされて死ぬやつこれ。そんなことある、そんなことある、ゴリハンプレイングされるんだけど、これもしかして進化した最強ドラゴン。あー、なるほど。え、チューナーいいのかな。じゃあはい、西岸西岸いいですよ、融合もいいです、うん、はいはい、融合もいい、融合も OK、 OK で融合される、西岸西岸西岸か西岸西岸で融合されて、まあツインバーストでも別にあのネオブルーアイズもどっちもいいや。3体出た、ネオブルーアイズだ。まあでも3連打はできない、表側のカードがあるから。いいよ。え、これ人影バトル、もしかして人影バトルだ。人影バトル来た、行くぜ。デスペラードリボルバドラゴンの効果を発動、うおー、やーざまさあ、ドラゴンバーミロンの効果もいいだろう。回収は全然問題ない、全く問題はない。だが俺はこれで究極のドラゴン、やばい、それはやばい、やばい。月圧のディープアイテム高すぎるって、うわー